公演が終わりました、ありがとうございます。声がやばい、声どうしたんですか、声死んでるね。ダメだ、いや今日本当緊張したのね。あ、本当にこれが ねこれが緊張した、とにかく一日中これやってたからやってましたね。俺たちこれかなり負担だったね。そうですね、僕もずっとあの外でこれやってたんですけど、もう3日前からちょっと頑張って、はい、ね、これ本当まあ沖縄なんで、はい、全然僕らより上手い方、何十年もやってる方もたくさんいらっしゃるんで、まあ僕らも伝統芸能やってるバンドとしては、ちゃんとやんないといけないなと思って、しっかりと、で、ちゃんとやってもできないってところもしっかりと見せたいなというのがありまして、僕らなりに精一杯頑張って、そして皆さんの協力のおかげで、なんとか、楽しくできることができる。とにかく今日楽しかったね。楽しかったですね。やっぱライブハウスってのが久々ですよね。ね、もうすぐそば、後ろまでも全部見える感じだし、ね、声が実際ダイレクトに聞こえるみたいな形で。そうですね、何も隔てなくこう、お客さんと一緒に作ってる感じがやっぱりすごくありますよね、ライブハウス。楽しいよね。で、今日バトルはね、ついにわさびかかって。いやー、勝って。同点数。同点ですね。あと3回あと3回ですね。やばいね。ついにこれで決まっちゃいますね。なんかさ、長かったですね。そう、長かったけど、ずいぶん先のことだと思ってもらっちゃったけど、決着ついちゃうんだね。それはそれなんか寂しい。寂しい感じあるよね。俺たちは毎回何に戦ってるんだろうね。よくわからないんですけど。なぜ戦ってるのかわかんないけど、でもまあ皆さんが楽しんでいただければ、ね、私たちはとても嬉しいと思います。はい、はい、沖縄は本当に、思い出深い地になりました、はい。また来年も来れるように、これから何でも来れるように頑張っていきたいと思います。はい、皆さんありますか。はい、皆さん、ね、来年も来ないので、うん、ぜひ皆さん引き続き、はい、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、仕事終わったんで。沖縄でただエンジョイするだけです。あ、盛り上がります。はい、嘘です。嘘です。信じる信じる。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来ます。ありがとうございました。はい。